チャピの冬休みの一日をカメラさんが追っかけます。よろしくお願いします。マジ宿題ごろ知らんよ知らんよ、何を言ってらっしゃる。あなた何してたの今まで。いやいやいや、頑張ってたよ宿題。だって、ここと理科が丸々手つけてない。フェス期限明日ばい。え、あー、また鳴ってるよフェスタイム。おい、おん、今度ない。来たほら、呼んでるよ。走ってった。あ、切れた。残念。あ、来た。追かけてきた。イエーイ。今日は早いな、始まりが。7時50分です。めっちゃふわふわしてる。りんくんと今日保育園。うん、なんか保育園ってさ、いいね。遊び放題踊りたいな、保育園に。うん、もう覚えかい。今日の朝ごはんです。あきぽんは宿題が終わらなくて焦ってます。そんなの読んでるから終わらないんですよ。ポンポン買ってみた冷凍食品。今のお昼ご飯をパパが買ってきてくれました。最高コンビだ。ママはこれプルコギを焼きます。あったかい。洗っちゃった。アチャピンを使うようになりました。あー、ほんとだ、めっちゃ持ってた。前も、この小さいのにそんないっぱい使うの。え、わかんない、だってママが使うときこのくらい出すんだもん。そうだっけ。今日も英語だっけ。じゃあ英語だね、年明け初めての。わー、濡れたばやば。ちょこっとだけね、濡れた。ここはアキポンとアチャピのクローゼットです。もう上もすごいよ。いや、覚えてますか皆さん。カンネーネが初めて買った服ですね、それは。これこれいいよ。これも覚えてますか皆さん。アキポンが着てたニット、いつ着てた。だいぶもう着古してるけど、まあいいや。これでこれ、かっこ悪いよね、これ。これさ、どうにかなるかなと思うけど。できたー。すぐ調べたくしてまる。ママー、割って卵。おー、ナイス、グッド。テレレテテテテン、テレレテテテテン、テレレテテ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 テン。あー、痛い。ねえ、開かない卵のエッグ。生首。見て、生首。できました。チャレンジタッチ。線までの数もう引けるはい、めっちゃ簡単だ。宿題の進み具合はまだ5ページしか終わってないそうですね。やばいですね、今日やってください。え、これさ、なんか毎日やってさ、いっぱいやっていくとか言ってなかったっけ。夫婦じゃない、夫婦じゃないよあなた。計画は1日2つずつしないといけないってママ言ってるよ。うん、何個あった。36。今日4ページするよ。ペースアップしないと。今日4ページする。4ページ、うん、日記、あと絵だけ。絵だけ、
今日はじゃあロブロックスもいいけど宿題も進めて頑張ってください。かわいそう、硬い、お手手が、あああああオッケー、別にやった。危な。いとこちゃんがみかんの缶詰食べてたらね、なんかアチャピたちも食べたいって言い出して。美味しいですか？いただきます。今からご飯カエルママさんにお土産でいただいた。あ、匂いがすごい。ちょっといい匂い。あ、ボンボン。美味しくなかったらどうしよう。いただきます。やばいよ。やばい。あ、美味しい。マーメイドミックスだって色がめちゃめちゃ可愛いよね。おいしいよ。お昼ご飯食べよ。 DVD を見るそうですよ。いい配慮早く。どうそれ、アキネーネもさめちゃめちゃ好きで、もう何回見たかわかんない。アチャピも好き。あとからリベンバーミーミーそんな時間あるの？今日英語だよ。鑑賞会してください。芋けんぴ食べながらママとアチャピのおやつ編集の続きをしながら食べます。アチャピは結局ね、こっちを見てる。かった。宿題のタオル畳で。ねえ。今畳んだやつ壊さんで。ねえ。ごめんね、すまん、ボケ。許してくれないと、あっちへ逃げるぞ。いいよ、逃げて。ブーブー、ダブルローラ。ダメ、ダメ、ダメ。これ、これ、これしちゃダメ。もう一個の宿題ですね。アチャピは毎日お風呂掃除をしてくれています。ねえ、ボケやっていいかね。じゃあ、あっちの壁とこっちの壁だけに。あげるよ。なんか出てこないと思う。それ銀のところに水が行くんじゃない？冷たいので行く。銀ズボン濡れるよ。濡れる濡れる濡れる。水鉄砲みたい。そうそう、水鉄砲みたい。青おじさん、待って、青おじさんもいいですけど。バカなんじゃん。消したら。ごめんなさい。一生懸命やってるから意地悪したくなっちゃう。今日はコンソメスープと唐揚げと何しようかな。キュウリのやつしようかな。キュウリかニカマ。揚げ物多くなるな、冬休みは。今日のお昼ご飯何？お昼ご飯また食べるの？お昼ご飯。夜ご飯。唐揚げとスープです。ご飯は？
あるよ。やった。白ご飯好きね、最近。必ずおかわりするもんね。食べてはゴロゴロ、食べてはゴロゴロ。冬休みは何キロか太ったことでしょう。何ですか？アパト解除してください。アパト解除してください。してください。ませませます。これから逃げるゲームしよう。僕も行ってるからね。はよ。いただきます。いただきます。でも走り食べる練習したら。揚げたて美味しいぞ。熱い。ヤミー。はい、どうぞ。カニカマ。つまようじ折れちゃった。うまい。イモシシュバーガーだね。ほら、これパンツいっちゃう。恥ずかしい、恥ずかしいパンツマンゴール。マジマジでわかる。おちょびの筆箱紹介。イエーイ。まず普通になぜかこういう消しゴムが出てきますね。なんで？赤鉛筆が2本、あ、3本。なんで3本も入ってる？なんかもう卒業したんですか、あの箱型のやつは。あ、そこが開くのね。定規めっちゃ入ってる、3本。え、どれを一番使うの？この2つはもともとこうなってたわけ。あ、折れてるのこれ。そう、30センチ十字。30センチ十字。なんで？そして他は何が入ってるんですか？鉛筆、鉛筆いっぱい。なんじゃこりゃ。ねえ、キャップは？え、ないよ。おちゃぴね、ほんとにめっちゃ短くなるまで使うんですよ。見て、見て、ほとんど短いっていう。なんで入ってるの？ちっちゃい文字とか書くときに使ってる。これ？こんなちっちゃいやつを？うん。ちょっと新学期だから長い鉛筆買おっか。え、あるよ、長いの。あるの？あるよ。使おう、長いの。めっちゃキャップ出てきた。はい、ちゃんとキャップをしてね、直してください。でも元々真っ黒だからいいでしょ。いや、真っ黒だけど、汚いじゃん。見えないけど汚れてるんだよ、この中。どこは？どこって。どこもかしこも汚れてるよ、その芯そのまま入れたら。削ります。削ってね、また入れていく。どこできましたか？入らない。え？あら、長すぎて入らない。それじゃあお家で少し使ってから持っていこっか。めっちゃサラサラになるからね、このくし。人にしてもらわないと自分だって。あ、ごめん。痛い。痛い。日頃の恨み。で、なんで恨んでんの？顔に塗ります。ベタベタ。口の周りをカサカサしてる。つぶつぶ塗りましたか？ね、僕テッカテカしてるよ、ちゃべ。塗りすぎじゃん。そうだよ、膝テッカテカやん。これはちゃぴのね、寝床です。はい、寝ますよ。今日の今日の相棒は誰ですか？寝る時のユニコーン。あ、これ違うよ。え、ママだよ。ま、ママママママ抱っこして寝るの？ママ。がこれぐちゃぐちゃ。ぬいぐるみはいいんですか、今日の？あー、ぬいぐるみ相棒のイバニー。イバー。はい、おやすみなさーん。おやすみー。はい、おやすみなさーん。おやすみる。おやすみミック。ねえ、ママ、ちょっと。